ガンガン押されてますからね。当たり前に。ああ、終わった。さあ、町です。ここにね、足場がないんでね、結構各拠点が遠くなってるんですよね。こうなると必然的にみんなここに湧くしかないから、ガンガンさらに押し込まれるっていう悪循環になっております。敵は中央にあるんでね、2箇所ぐらい。何なんでしょうね、この感じ。中央大事だと思うんですけどね。力差があれば北は抜けます。ただ力差があることが大前提なんで、同じぐらいだとそれは当然無理ですよね。じゃあ倒すよ。ブースが切れるのはちょっと想定外でしたけど、見せてほしいものだな。もう少しごゆるりとなさいませ。よいしょ。怒られてんじゃん。何のために2いるんだ。全く意味ね。必要ないよ。中央ガン取られしてっから。今のは死体を壊させ、あ、復活させないようにしました。おお、こけた。まずは回収が先決だ。レーダー故障か。だがカメラは生きている。ああ、バズーカか。俺壊してたんですね。壊してないかと。中央取ればああいう形で裏も取れるんですけど、なぜ2にこだわるのか。残念ですね。2はそんないらねえって。曲がったー。よし。OK。お、ミサイルだぞ。結構減るな。縮小、あれ当たって出れば。丁寧にやればよかった。ああ、中央取った。やったね。しかもロケット弾、こっちのロケット弾か。ああ！いいね、いいタイミング。素晴らしいタイミングですね。許せん。いましたね。置きましたね。置いてない？あれも、あれはも違っていたはずなんだけど。リーコンも違う。いましたね。さあ、これが実質ラストキー。すごいことになってますけど。まあ、2位にこだわりすぎですね。北を押せるのは力差があった時だけなので、その後はもう素直にですね、仕切り直した方が良かったですね。2位にこだわりすぎて逆効果でしたね。これね、回復ねかなと思って先生。撃破されました。作戦時間が残り1分です。後ろから行きますよ。このくらい。うわ、ネットガン食らった。もったいね。あー、に取られてんのか。しかもこうね、中央取ればこう後ろからいけるんですよね。2取らしとけばなおさらね。別に2取られても3とか X は来ないので、むしろ取らせといてもいいんじゃないのみたいな感じ。そしたらそっちに人が行くから中央しやすくなるみたいな、そういうのも流れも持ってたんだけど、なんか残念でしたね。なぜそこまで2にこだわるのか、まあポイントなんでしょうけど、うん、はっきり言ってしまうとね、それ中央とか行くとポイント的にきついから行かないんですよね。特にそんな感じになってる感じでございます。いや残念。もっと2中央行ってほしかった。戦略的にそんな差があるわけじゃなかったんでね。まあ押せりゃいいんですけど、押せないがもうすぐパッと変えるっていうのは大事だと思うんです。なんだこれ。あ、そういえばそういうイベントがあるようです。そんな感じでございました。いやちょっとね、まあ、ただジャブロは楽しいなという感じですね。楽しい。あと、アクトザックは楽しい。アクトザックは間違いなく楽しい。チェンジビームライフルもっと序盤ちょっと外しまくったんで、やっぱね、もっとね、精度上げなきゃいけないですな。本当はビームシューターが欲しいんですけど、まあ、当たらなかったんでしゃあない。まあ、ノーマルでも十分、特選のなくても使えるんで、うん、アクトザック今、楽しいですね。そんな感じでございました。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。